で今のレントゲンで分かったことは、はい、お腹に液体が溜まってる腹水ですね、腹水が溜まってるかなと思いました。これになる可能性で、あと骨が白くなってる石灰化で、これはね、そのがんの転移の場合もあるし、最近って発情してます？してる。してる。してる。あ、発情でもなるんですよ。発情すごいするから。だからこれはじゃあ発情が止まった時に、止まってちょっとまた写真撮らんとわかんない。発情の時も骨の石灰化が起きるんですよ。でも癌の転移でも起きます。どっちかわかんない。うん、そう、うん。だから発情が止まった時にまた写真撮った方がいいかもしれないね。で、あとこの、そう、これとこれ2つ合わせてね、お腹の中に腫瘍がある可能性があるんですよ。腹内腫瘍。でもさ、腫瘍って良性腫瘍と悪性腫瘍とあるんですけど、大概申し訳ないけど悪性、そうすると癌なんですよね。深すぎ、呼吸するとこが狭くなってるから、この腹水によってその呼吸器系が圧迫されてる。この子って包丁してます？ずっとしてる。飛んでます？ちゃんと飛ばない。それ あんまりもともと飛ばない。もともと飛ばないから、そんなに、うん、そんなに飛ばない。前より飛ばないんじゃない？前より、うん、だから苦しいんですよ、それ。で次にここは心臓ね。心臓だいぶ大きいです。レントゲンで大きいこと心拡大って言います。それから肝臓もだいぶ大きいです。それはそのがんのせいで？いや、また別のことなんです。別なんです。別の理由なんです。で、心臓が大きいということは、心臓ってね、大きくなるのは肥大と拡張なんですよね。この2つなんですよ、要は普通の心臓があって内腔がある、と肥大になると、まあ、でかくなりますわね、でも内腔は変わらない。これが肥大です、で、こっちの拡張は大きくなりますよね、筋肉も薄くなっちゃう。これが拡張。だから最初こっちになってからこっちになっていくケースが多いかもしれない。でもこれな、拡張になっちゃうと、もうすぐ呼吸が荒くなっちゃう。だからまあそういう感じは なさそうだから、肥大じゃないかなっていう気がするんですけど、でもだんだんこれ肥大が拡張になっていく可能性があります。じゃあなんででかくなるのかということなんですけど、心臓、血の流れをちょっと簡単に説明しますね。心臓って右と左に分かれてるじゃないですか、で、まあ、上を心房で左を心室って言うんですけど、血液は右の右心房に流れてきます。これは二酸化炭素が多いんですけどね。で、右心室に流れて、これがさらに肺へ流れてきます。で、鳥の場合はさらにこれに機能っていうのがあるんですけどね、体重を軽くするために。で、肺で二酸化炭素と酸素を交換します。酸素たくさんの血液が左心房で左心室、心臓がギュッと収縮すると全身へと流れます。例えば100あった血液がギュッと収縮すると100流れます。だけど心臓が大きくなる子はこの心臓のどこかに異常があるんです。で、その一番異常が出やすいのが人間とかワンちゃんとか、まあ、小鳥はそこまでそのデータがないんですけど、そういうと、ここの弁が僧帽弁って言うんですけど、左心房と左心室の間にある弁、これがしっかり締まらなくなってくる。そうすると何が起きるかというと、100あって血液がギュッと収縮して90しかいかない。60が どこ行くのかというと逆流しちゃうんですよ。そう、逆流してしまう。と絶えず90のことになると血液が足りない。血液の働きは赤血球の中に酸素がくっついてて全身酸素を送るわけなんです。そうすると低酸素ということになっちゃうわけ、全身。で、低酸素になると脳も当然ちょっと酸素足りないよってことになるから、そういう情報が脳に来れば脳はそれじゃ困ると、体全体が困ると。そうすると心臓にちょっと頑張ってっていう命令するんですよ。頑張るためにはここの弁は治せれない。そうするとですね、まずは左心室のここの筋肉をちょっと分厚くして、強い力でギュッと収縮していて、90だったのを、まあ、例えば98ぐらいに持ってこようとするわけです。で、まずここで、ここは大きくなります。そう、今度もう一個前の
写真棒1回だけの話すと100送られてくるのに10戻ってきちゃうからさ、110になっちゃいますよね。とこの中の血圧高いからやっぱ先へ送りたい。そうするとここの筋肉を分厚くして先へ送ろうとする。ここのこの中で血液が滞っているから停滞気味だからここの血圧が上がってくると肺の毛細血管の血圧も上がってくる。そうするとここも血圧が上がってきて先へ行かないから滞っちゃうから肥大が起きて先へ送ろうとする。ここでもそう、滞ってるから肥大が起きて先へ送ろうとする。でもう一個、心臓に行く前に血液を一番たくさん貯めている内臓臓器で肝臓なんですよ。でここの血圧が上がってくるとですね、肝臓の中の血圧も上がってくるんですよ。そうすると肝臓も大きくなってます。これが心臓から来る心臓、あの肝臓心筋拡大とかね、肝臓腫大とかね、腫れ大きくなる、そうそうなってきちゃう。だからこの腹水とで、もう一個ね、腹水たまる要因としてね、肝臓が悪いとめっちゃ、ね、そう、そうすると肝臓悪いと腹水たまるじゃないですか。やっぱりこうこれも大きくなって限界超えると肝臓からあの老出液水分が出ちゃってね、腹水がたまる。だからそういうことも考え、でもそれだとするとですね、さえずったりできなくなっちゃいますよね。ああ、そっか。肝臓は悪いんだろうけどもまだそこそこ元気かなって気はするんですよ。それでも一番可能性高いのはお腹の中に腫瘍があって、それが原因でその水が溜まってきてる。でこの骨の石灰化もしかしたらがんの転移かもしれないし、まあ発情も発情でも石灰化が起きるからね、そんなことです。でこういう子はね、まあボタンもだけど石製インコに多いです。で今からこの子に合った薬を作ります、はい、で薬をちょっと処方して、そしたら薬の中身説明して飲ませ方説明します、それと薬飲ませるだけじゃダメで観察の仕方も教えますから、ちょっと時間かかるなんていうんですか、で薬ができたらまたお呼びしますんで、どういうこと分かりました今の話で、なんとなくあなたも愛します、はい、じゃあこれ、はい、はい。